よろしいでしょうか。それで、今日はですね、停止性問題という話を、まあ、していくんですけども、ですね、この前半、あと、今日含めて2回か3回なんですね。で、まあ、この前、計算理論の授業は前半が私の担当で計算可能性の話をしていて、後半は軽井先生が計算複雑性の話をするということになってますけども、まあ、一応、そうですね、今日はこの、停止性問題の話で、一応、まあ、来週の部分で、まあ、おしまいで、11月26日はまとめになるんですけども、後で、ちょっと、投票でお聞きすることになるんですが、まあ、このまとめどうするかという形です。まあ、そもそも授業するのかってことをちょっと、お聞きしますので、まあ、それはそういうつもりでいてください。で、前回はですね、これですね、実際に、こういう計算不可能な微分関数が存在することを対角線論法を使って証明をするということをやったのが前半で、で、後半は万能プログラムですね。その万能計算ができるんだということを話をしました。で、今日は、まあそう、まあ前回はその対角線論法を使って、そういうふうにその計算できないものがあるんだということは証明したんですけども、で、今回はですね、その、まあ、ある種意味がある、皆さんが計算したいなっていうふうに思うものが実際計算できないんだっていうことをやっていきます。で、その一つの例として重要なものが停止性関数とか、まあ、停止性問題の計算と呼ばれるものです。で、その他にもですね、いろんなものはですね、計算できないです。もう、こういう言い方はいけないですけども、ほぼ全てのもの、ほぼ全てのものはですね、計算できないです。ほぼ全てのものっていうのをちゃんと形式化することもできるんですけども、まあ、それは、この講義のやりたいことではなくて、やりたいことではないんですけども、まあ、そういう例をお見せするということになります。はい。でですね、じゃあ、停止性問題の話を早速やっていくんですけども、やっていきますね。で、前回ですね、その万能関数っていうのをやりまして、万能関数でその、インタープリターみたいなものだったという話はしたんですけども、何だったかというと、こう、二つ入力があるわけですね。X1 と X2 と。で、まあ、基本的に何を思うかっていうと、X1 っていうのは、プログラムのコードであって、X2 っていうのはそのプログラムに対する入力ですね。まあ、これはリストなんですけども、まあ、それのコードを入力するという感じです。で、実際に、このプログラム、今、この下の言い方だとこれ P ですけども、X1 はプログラム P のコードであって、X2 は長さ K のリストのコードであって、その P に A を入力したときに何が起こるのかってことを考えるんですけども、それが停止するんだったら、停止したときに得られる出力っていうものを、この univ っていう関数は出力しなさいと。ということになります。で、そうじゃなかったら、まあ、定義されずに、つまり、この univ っていう関数を計算するプログラムは停止しないことになります。で、そういうようなプログラム実際作れますっていうのが前回最後に言ったことで、この万能関数というのはホワイル計算可能ですということを言いました。まあ、簡単に説明したつもりになってます。はい。で、今回はですね、まあ、この万能関数をすることのある意味逆ですね。どういうことかっていうと、まあ、なんだろう。停止しないときには、停止して、停止するときには、まあ、停止するんだから停止するんですけども、その、まあ、停止しないのか停止するのかってことを判定するような関数を考えます。で、それがこの停止性関数とか停止関数と呼んでいるものですね。まあ、ここでは is halting と書いてますけども、まあ、この名前の付き方が一般的かどうかということは、ちょっとまあ、議論があるというか、ここでは問わないんですけども、この授業では is halting という名前の関数にしています。で、これどういう関数かっていうと、先ほどの条件をですね、この入力が満たすときには、1という自然数を返して、そうじゃなかったら0。だからこの X1 が表すプログラムに X2 が表す入力を入れたときに、ちゃんと停止するんだったら、停止しますよってことを表す、なんか1ビット。1というのを返して、そうじゃなくて、これ停止しないんですっていうときには、停止しないんだってことを表す、なんかビット0っていうのを返すという関数ですね。これは、人気関数ですね、これは。人気関数っていうのはどんな入力に対しても必ず0か1っていう、そのなんか値を返すので定義されないことはありませんから、これは人気関数と呼んでいたわけです。これは人気関数です。で、これ、
を、まあ、計算したいんですね。だから、まあ、これは計算できるといろいろと嬉しいわけです。例えばこのプログラムと入力だったときに、そのプログラムにこの入力を入れて、その停止するか停止しないかということが、この停止関数を使えばあらかじめ分かるということになるわけです。で、まあ、こういうことをやりたいですよね、皆さん。プログラム作ってときに、このプログラムに入力入れたら本当に止まるのかなとか、例えばなんだろう。なんかプログラムに何かある入力入れてずっと待ってても止まらないってことがあると、それは本当に止まらないのか、なんかバグがあって、変なことが起きていて止まらないのかってことが、まあ、判断つかないかもしれないんですけども、このようなこの停止関数っていうのがあれば、そういう時に、この停止関数に自分の作ったプログラムと入力を入れてみて、停止するのかどうかってことを判定してくれるわけです。で、そうすると、ただ単に、計算に時間がかかってるだけなのか、はたまたその、本当に停止しないのかってことが、まあ、この関数使えばわかるわけです。嬉しいですね。それでですね、ここに下に書いてありますけども、まあ、このような関数を計算するプログラム P っていうのがあるときには、この P というプログラムが停止性問題を解くとか停止問題を解くというふうに言ったりします。停止性問題とか停止問題とかよく英語で言うかもしれませんけども、ホールティングプログラムと呼んだりします。ホールティングプログラムと呼ばれるのは1個しかないんで、まあ、この前にザをつけるかもしれませんけども、ザホールティングプログラムということになりまして、まあ、で、こういう問題解きたいんですよね、皆さん。皆さん、勝手に今解きたいことを強制しているような言い方しましたけども、こういう問題解けると非常に嬉しいわけです。先ほど言った通りに。しかし、今から言うことは何かというと、この問題、この関数ですね、停止性関数というのは計算不可能です。ということですね。で、まあ、これは重要な定理です。これ、事実自体も重要ですし、まあ、証明自身も重要かなというふうに思いますけども、どういうことをやるのかってことを今から説明していきます。ここまでいいですか？はい。それで、やるのは何かっていうと、先ほど言ったこの停止するかしないかってことを判定する関数が計算不可能だったってことを証明するんですけども、どうやってやるのかっていうことは、前回の対角線論法っぽい話の仕方をしていきます。だから、まあ、前回の対角線論法を、まあ、なんだろう、理解している必要はないんですし、まあ、理解していなくても同じようなことを今からやるので、それで分かってもらえれば大丈夫なんですけども、ちょっと、まあ、フレーバーは違うかもしれません。で、まあ、実際に証明やっていきます。で、証明はじめは、この、is holding っていう関数が、コアイル計算可能であると仮定するということです。だから、これ最終的にこれ配理法になって、最終的に矛盾を、導きたいという形になります。まあ、これ配慮法です。で、どうするかっていうと、今この is holding っていうこの停止性関数計算可能だって言ってるんで、まあこれを関数、この関数を計算するプログラムあるわけです。で、そのプログラムを使って、今この下にあるような別のプログラムを作ります。今このプログラムのことを Q で呼びましょう。これ Q ですね。このプログラムを Q ということにします。で、どういうプログラムかっていうことを今から説明しますね。まず、はじめのところで、この is holding っていう関数を計算するプログラムを使います。あ、まず、重要なのは、このプログラム Q は、1入力プログラムです。だから、入力として X1 というものだけを取ります。で、その X1 という入力を、まずこれ1行目で処理するんですけども、その X1 を、この is holding に入力します。is holding っていうのは二変数関数だったわけです。で、その二つのところに、この X1 を両方とも入れます。この is holding の初めの引数、これがプログラムだったんですね。で、二つ目の方はこのプログラムに対する入力だったんです。これちょっとポイントとなるのは、この X1 ですね。この入力、その初めの方の引数。これは X1 っていうのは、プログラムを表すコードでもあり、なおかつ、そのプログラムに対する入力を表すコードでもある、というふうに見なしているってことです。だから、この X1 が表すプログラムに X1 自身を入力するってことをしています。で、そういうことをしたら、その計算が止まるのか止まらないのかってことを、isHolding という関数、あるいはそのプログラム。で、判定するってことをします。で、判定結果 X になります。ってことです。で、これをするっていうのが一つ目のポイントです。
プログラム、X1 が表すプログラムに、X1 をコードとするプログラムに、X1 自身も入力するってことをします。で、それを X2 とします。で、下はもうあと条件分岐なんですけども、その X2 が0だったら、0だったら、つまりこの上の、この計算ですね、X1 に X1 を入力するという計算が停止しない場合ですね。停止しない場合には、X0 を0として出力します。この Q はね、Q は X0 を0としてそれを出力します。でそうじゃなかったら、つまり、X1 に X1 を入力した実行が停止しない場合ですね。だから X2 が1の場合。だからこの else っていうのが、X2 が1の場合ですね。その時には、この Q というプログラムは止まらないインフィニットループ、無限ループに行っちゃうよというふうにしています。ですか。それがこの Q というプログラムです。いいでしょうか。こういうプログラムを考えます。いいですね。is halting がフォワイル計算可能だと仮定すると、この Q というプログラムは作れます。フォワイルプログラムは作れます。作れます。いいですか。ここまでいいですか。で、そうすると、今この Q っていうのはプログラムなんだけども、このプログラムなので、ある部分関数を計算していることになるわけです。で、どういうものを計算しているかというと、これは、Q は1入力フォワイルプログラムなので、その、Q が計算する部分関数っていうのは1変数部分関数になるわけです。で、それで今 G と書いてます。G と書いてます。で、G はどういう部分関数なのかというと、1変数部分関数から X1 という変数を取ってきて、その X1 に応じて値が決まるんですけども、この isHolting X1、X1 が0だったら、0を返すということですね。これ、こう、2行目、3行目からわかりますね。で、そうじゃなかったら、インフィニットループに、無限ループに行くので、定義されないということになるわけです。で、こういう関数、この部分関数 G を、この Q というプログラムは計算するということになります。よろしいですか？ここまでいいですか？よくなかったら、なんか、涙を流すジェスチャーかなんかしてください。いいですか？いいですか？じゃあですね、この Q と G を使って次のようなことを考えます。あ、ですね、今、そうか、ここでその対角線論法のようなちょっとイメージを持ってもらいたいので、今から表を書くんですけども、左側の表は何かというと、その is halting に先ほどはですね、is halting の引数として、x1、x1 っていうのを取ってくるっていうふうに言ったわけですけども、その初めの x1 っていうのはこれプログラム。のコードだっていうふうに、まあ言ったわけです。で、そのプログラムを、この行として書いてると思ってください。で、列の方は、このもう、その第二引数の方ですね。だからこれも実際プログラムのコードなんだけども、そのプログラムにプログラムを入力しているということを考えるので、で、その時に、is halting の値が何になるのかってことを、ここの表に書いていきましょうということを、まあ仮想的に考えます。仮想的に考えます。で、そうすると、isHolting の値は0か1なので、この表の中身は0か1で埋まるわけです。例えば、ここですね。ここの、今、1と書いてありますけど、これ何かというと、P1 というプログラムに P5 のコードを入力すると、じゃ停止します。ってことを表すわけです。ですか？もう一度言いましょうか。P1 に、P1 というプログラムに、P5 という、プログラムのコードを入力すると1停止するということをこれ表していると。そうじゃなくて、ちょっと別のところを見ると、例えば、P3 というプログラムに P2 というプログラムのコードを入力すると停止しないということを、まあ、この表は表していると思ってください。いいですか？で、そうすると、先ほどの、あれ、そうです、いいですね。先ほど言っていた、この、これですね。この isHolting に x1、x1 っていう同じ引数を入れてるっていうのは、この表におけるこの対角線の部分ですね。対角線の部分が何になるのかってことを、まあ、聞いてるというか表してるわけですね。だからこの部分は、この部分。今、ここに書いてあるのは、その isHolting の、P3 のコードと P3 のコード。を入力した場合、つまりその P3 というプログラムに P3 というプログラムに P3 のコードを入力したら何が起こるのかということを表していて、これ今0なので停止しないと
いうことを表しているというふうに、まあ、この対角線の部分を見るわけです。ですか。で、この対角線の部分に対して G というその新しく作ったプログラム Q が計算する部分関数は何をしているのかというと、それを今右に書いてます。ですか。で、何かっていうと、そのプログラムは、ここの値が0だったら0を返す。あ、この G という、あ、これは分かりにくく、ここ書いちゃったな。もう一度言いますね。この、ここに0が書いてあって、その P、停止しない場合には、この G という関数は0を返すので、定義されているということになります。これ下向きで出して、定義されているっていう意味ですね。で、この、is holding が1を返す場合、つまりこれ、プログラムが停止する場合、まあ、この G という関数は、定義されない、上矢印になるということになるわけです。ですか？だから、左側の停止しない、0っていうのが右側では定義されているってことに対応していて、左側で、停止しないと、違う、逆だ、停止すると、書かれているところに対応する G の、ところは定義されないという形で書かれていて、その定義されている、定義されてないとか、停止する、停止しないという関係が、この左側の表の対角線と右側のこの G の定義で一致してないということが重要です。まあそういうふうにその一致してないっていうふうに作るっていうのは、前回のその対角線論法の時に、この左側の表の対角線を持ってきたところから、右側の対角線で別のものを作るっていう、一致のように作るっていうふうにしたのと、まあ、同じ発想がここで使われているわけです。よろしいでしょうか。ちょっとですね、下の部分に矢印を書いてしまったので、ちょっとこれが分かりにくかったなと思っていて、この矢印は、すいませんね、この下に書いてある矢印は、上に書かれている表が G というものを表しているよってことに、指さしているだけの、これ、矢印なんですけども、ちょっとこれは、この書き方だと、G エンク PI が定義されていないっていうふうに読めてしまうので、ちょっと、いけなかったですね。すいません。だから書き方がまずかったですけども、まあそういう意味だと思ってください。で、このように、その、is holding の対角線の部分から G という部分関数を作ったということが重要です。いいですか？で、今言った通り、この黄色の部分の、その、停止する、停止しないという、その判断の仕方と、右側に書かれているこの G の、定義されている、定義されてないという関係が、この互い違いになっていることから矛盾が生まれるということを今から言ってきます。ここですね。で、どういうふうに言うかっていうと、今その、X 位置をエンク Q とします。何を言ってるか、ちょっと戻りますね。今ですね、この Q というプログラムを作りましたね。Q というプログラムを作りましたから、is holding がホワイル計算可能であるとすると、この Q っていうのは、プログラムとして今これ実現されているわけです。実現されているので、この表のこの P0、P1、点点点と並んでいるところのどっかに、この Q っていうのはあるわけですね。どこかにこの Q っていうのはあるわけです。で、その Q を、Q に Q を入力したらどうなりますかっていうところの、この黄色が本来あるべきところですね。これがどうなっているのかってことを考えましょうってことをします。それが今書いてあった、これですね。X1 をエンク Q とするということの意味合いですね。で、そうしたら矛盾が出てくるってことを今から言います。で、なんでか。じゃあ、今、is holding ですね。その左側の図のところですね。左側のこの表のところのここの成分がこれ0であったと仮定しましょう。っていうのがこれですね。0だったと仮定しましょう。そうすると、0だったってことは、その右の、ちょっと戻りましょうかね。右のとこですね。この対応する右の、この Q、Q になっている、ここの、部分ですね。ちょっと黄色はいけないから、これを、押さえて、こうしましょうかね。ここの部分が 何になるかっていうと、ここ、左側の図のところがここ0だったら、右側のところで G の、ところの振る舞いは、これは定義されていることになるんですね。下向きになるわけです。ですか？それが今、次のページで書いてあることですね。ここですね。エンク Q において G は定義されていることになります。これは、この G の定義を見れば分かるんですね。
ですね。っていう。で、これは何を意味するのかっていうと、G というのは Q が計算する部分関数ですから、Q にこの Enq Q ですね、Enq Q を入力したら、入力まずできると。できて、その計算が停止するってことを表しています。いいですか？ここですね。それは何を言ってるかっていうと、ですね、Q が、Q をコードとす、違うな、Q のコード、言っちゃいけないですね。言い方が難しいです。日本語が難しい。Q というプログラムに、Enq Q を入力すると止まるってことを言ったわけです。だから、その時の is holding Enq Q、Enq Q っていうのを考えると、これですね、is holding のこの定義を見ると、これ停止するんだから、値1じゃないといけないということがわかるわけです。いいですか？そうすると、はじめは、is holding Enq Q、Enq Q っていうのは0だってっていうところから始まっているのに、最後結論として得られるのは、is holding Enq Q、Enq Q は1であるとか、得られますから、この二つは両立しないわけです。だから矛盾が導かれるという形になります。つまり、初めの過程であった is holding が計算可能であるということが間違っているということになります。これで証明が終わります。いかがでしょうか？ちょっと30分ぐらいっていうのは、1時半ぐらいに休憩を取ろうと思うので、あと5分ぐらいは、ちょっとじゃあ、質問があれば質問してください。もう、これで今日の授業ほぼおしまいなんですけども、まあ、それは嘘なんですかね。それは嘘なんだけども、重要なポイントこれでおしまいなので、質問があったら、どしどし、してください。前回、狐につままれたような証明だというふうな、コメントありましたけども、まさにそうで、やっぱりこの、配理法なので、論理が難しいんですよね。あり得ないことを仮定して、矛盾に導こうとしてるんで、途中の、で起こってること、これ全部あり得ないわけですよ。なんかそのあり得ないことをその自分の中で想定して考えていかなくてはいけないので、そういうのはその難しいというか、抽象度が高いんですよね。そういうのをちゃんとわかる必要がある、ここではあるんですけども、よろしいですか？じゃあ逆にじゃあよろしかったら何かよろしいというジェスチャーをいただいてもいいですか？あんまりよろしさが芳しくないですね。大丈夫かな？いいですか？多分わかんない場合は何がわかんないのかもわかんないってこともあるかもしれないので、まあ、もう一度ちょっと証明を見直してもらって、これが、まずですね、これが正しいかどうかってことをまず判断できるっていうのは重要ですね。うん。で、正しいってことが分かったら、一旦このノートを閉じて、自分でこれが再構成できるかどうかってことを考えてみるといいかもしれません。で、その時に先ほどのこの、これですね、この、なんか対角線論法のイメージを持ってもらうといいかなっていうふうに思います。そうすると、なんかこのイメージから、その、証明再構成できるかなっていう気がしますので、ぜひ試してみてください。はい。じゃあ30分に休憩しようと思ってたんですけども、じゃあ30分まではちょっとやることにして、もう少しやりますね。今ですね、停止性関数っていうものが計算不可能だってことを言ったんですけども、まあそれはその、なんだろうな、前回やったその万能関数をある意味ひっくり返したようなものだったっていうふうに言ったんですけども、でも万能関数は計算できたんですよ。前回やった、このユニブですね。計算できて、この停止性関数計算できないってことを言ったんですけども、まあ、どこら辺がポイントなのかってこともよくわかんないので、ちょっと別の例を持ってきました。で、これは今、ユニブプライムというふうに書いてますけども、これはユニブに近い、その万能関数に近い関数です。部分関数です。まあ、部分関数なんだけども、これ全域関数です。全域関数です。これ全域関数。これも全域関数です。だから必ず、定義されてる。わけですけども、これどういうものかっていうと、どこから見るかっていうと、で、これまずそうではないと聞きましょう。後ろに書いてある条件は、この、万能関数とか、
さっきやった定時性関数と同じなんですけども、そうではないときには0を返すっていうのは、これ、まあ、定時性関数のときと同じような形で、で、条件を満たす場合には、万能関数のときと同じように、その停止したときに得られる値が返ってくるとしてます。で、プラス1をしているんですけども、これは、あんまり意味がなくって、これなんでやってるかっていうと、この値を見ることで、そうではないときと区別がつくようにしているということをしているだけです。ので、あんまり意味はないです。つまり、ユニブプライムの値を見て、それが0だったら、停止しないんだとかってことがわかるんだけども、わかるという形になってます。なんでかっていうと、この P、なんとかかんとかプラス1っていうのは、これ必ず1以上だからですね。あ、かけない、1以上って。これ必ず1以上なんで。そのユニブプライムの、値を見るだけで、どちらの条件を満たすのかってことがまあ分かるということです。だから、なんだろうな、その前回ユニブっていうその万能関数やったんですけども、万能関数はこの条件を満たさないときには停止しないんですよね。で、それはなかなかそのインタープリターとしては、まあいいのかどうかってことは分かんないんですよね。まあその停止しないときに停止しないと教えてくれるようなインタープリターがあったら、その方が嬉しいわけですよね。で、そういう今嬉しいインタープリターをここでは、まあその関数の話で書いてみたというふうに思ってください。で、まあ、こういう実は嬉しいインタープリターっていうのは作れませんっていうのが下に書いてある定義です。関数ユニブプライムはホワイル計算不可能です。可能ではないです。で、気分としては何なのかっていうと、この関数が計算できちゃうと実際、そのイズホールディングも計算できちゃうわけです。さっき言ったみたいに、この出力の値を見たときに出力の値が0なのか1以上なのかってことを調べるだけで、この条件を満たすのか満たさないのかということが分かってしまうわけです。だから、この満たすか満たさないかってことがこれ判定できてしまったら、それによって is holding 関数っていうのが計算できちゃうわけですね。つまり、その満たすときには1を返して、そうでないときには0を返すっていうのが is holding 関数だからですね。で、実際にそういう関数作れるので、まあ、作ってみることで矛盾が導かれるってことが証明の間です。一番下に書いてありますね。証明の間。ユニブプライムが計算できると、イズホールディングも計算できてしまうから矛盾が導かれるという形に、で、実際証明できます。じゃあ、この証明は休憩の後でやってみましょうかね。ここまでいいですか？このユニブプライムと、このユニブの違いをまずちゃんと理解してもらうのがよくって、だから、まあ、これ、標語的に書くと、停止、しないときに、停止しないことを、も教えてくれる、インタープリタ。ですね。で、こういうインタープリタあると、非常に嬉しいんだけども、実際そういうの作れませんよって言ってるのが下の定義です。いいでしょうか。じゃあ、休憩をしまして、じゃあ2分ぐらい休憩して、この、じゃあ、証明のアイデアっていうのを実際に、書いてみます。ってことを、休憩の後でやりましょう。はい。じゃあ、待ってくださいね。じゃあ、2分休憩します。休憩の間になんか質問があったら、書いておいて、コメントで流してもらっても大丈夫です。
はい、それでは、再開します。質問とか特にないですか？いいですか？ですね、じゃあ、続きをやっていきますが、続きというのは、これですね。この、ユニブプライム、計算不可能だってことを証明していく、そこですね。で、何をするかというと、まあ、矛盾導きたいので、すいません。はい。はい。はい。矛盾を導きたいので、イズゴールディングが計算できることを仮定します。ですね。あ、そうね。違う。矛盾を導きたいので、輸入プライムが計算できることを仮定します。で、その過程から、イズゴールディングも計算できちゃうよってことを導くということになります。はい。だから、輸入プライムが計算できると仮定します。で、その時に、次のことができますと言いますね。まあ、これ、実際のイメージ図をまず見てほしいんですけども、ユニループライムを計算できるので、ユニループライムを計算するプログラムがあるわけです。だから、まあ、ユニループライムに対して2つ入力があって、なんか出力すると。ユニループライムの出力は0であるか、1以上の実数か、自然数かどちらかなんですね。で、これに対して、そのユニループライムを使って上にあるようなプログラムが作れます。書いてあります。で、これ今 P と呼ぶんですけども、で、P はどういうプログラムかっていうと、こんなプログラムです。イニブプライムに、まあ、X1 と X2 っていう入力を、あ、すいません、ちゃんとまず言いますね。P というプログラムを今から作るんですけども、P というプログラムは入力プログラムです。で、X1、X2 っていうプログラムを取ります。で、このプログラムをどう処理するかっていうと、その入力 X1、X2 をそのまんま、まずイニブプライムに入れます。で、その出力を X3 とします。それがこの1行目ですね。1行目ですね。X3 とします。で、そうしたら、X3 の値に従って何か処理をして、その処理した結果を X0 として出力するというのが P です。で、どういう処理をするのかっていうのが、この2行目に書いてあります。X3 が0だったら、X0 は1にします。で、そうじゃなかったら0にします。ということですね。だからどういうことかっていうと、ユニブプライムっていうのは、ユニブプライムという、関数は、これ0か、1を出力するわけです。ですね。で、X3 が0だったら、X0 を1にするって言ってるんで、X3 が0だったら、X0 は1にします。ことですね。で、X3 が1だったら、X1 は0にします。こういうふうにします。いいですかね。いいでしょうか。なんか間違ってる気がするな。ちょっと待ってくださいね。ちょっと戻りますね。is ホールディングの定義が、is ホールディングはですね、is ホールディングは、停止しないとき0ですね。そうか。しまったな。これ逆になってるな。逆ですね。すいません。is ホールディングは条件を満たすときで1ですからね。すいません。だからこれは間違っていて。あ、なんかだんだんなんか怪しくなってきたな。しまったな。待ってくださいね。ここは、is ホールディングが0だったらじゃ、ここはいい。すいません。ここは間違っていて、ここ間違ってるんで、ま、これ直さないといけないです。すいません。これは大幅に間違ってます。すいません。ここは0ですね。で、ここが1ですね。すいません。これは後で直しますけども、だからこれそのまま素通りさせるわけですね。0で1ですね。すいません。だから、ここもなんかこれ書く必要なかったですね。何も処理してないですね。はい、すいません。あ、そうか。いろいろと今説明したこと間違っていることが分かって、ちょっともう一度初めからやりますね。初めからやるっていうか、途中からやるんですけども、途中かどっから。すいません。混乱しました。もう一度やります。X3 がこのユニブプライム X1、X2 の出力だってことは、これは同じなんだけども、このユニブプライムの計算結果は0であるか1以上かどっちかですね。すいません。1になるとは限らないですね。すいませんでした。はい。で、0だったらそのまま0を出力すると。で、1以上だったら1を出力と。こういうふうになりますね。だから処理してますね。処理してます。すいません。すいません。はい。で、こうします。で、こうすると、この P という今作ったプログラムが実は先ほどの、停止関数を計算しているってことがわかります。ってことになります。で、なんでかというと、このじゃあ、PX1X の出力が1だと仮定しましょう。これですね。1だと仮定しましょうと。そうすると、
そうすると、ユニブプライムが0ではなくて、これは書き換わったので、これが1以上になります。すみません。必ず1以上になります。で、そうすると、そのことは何に対応するかっていうと、X1、X2 が条件を満たすことに対応します。これ人脈ですね。満たすことに対応します。で、満たすってことは、is ホールディングの値が、これは0でよかったのかな。これが今1になったね。これが1になるわけですね。もう一度、is ホールディング、is ホールディングのちょっと定義を見直すんですけども、is ホールディングの定義、これは万能感ですね。満たすときには1ですね。満たすときには1になると。そうか。これ、普通は is ホールディングは満たすときは0にする気がするんだけども、こう書いちゃったから、なんか、わけがわかんなくなったんだな。大丈夫です。まあ、ついつまは合ってるので大丈夫なんで、もう一度言うと、条件満たすときは1ですね。is ホールディング。条件満たすときは1なので、で、ここ1ですね。合ってますね。そうすると何かっていうと、これ、矢印はこれ両向きなので、PX1X2 の出力が1であることと、is ホールディングの値が1になることが同値になるということがわかるわけです。つまり、PX1X2 ですね。このプログラムの出力を見ることで、is ホールディングの値を計算できますよということになって、つまり、is ホールディングを計算するプログラムができてしまうから、先ほどの停止性関数が計算不可能であることに矛盾するということになります。よろしいでしょうか。ちょっとここら辺の修正は後で行います。ビデオは修正されませんけども、スライドは修正しますので、よろしくお願いします。いいでしょうか。ちょっと混乱、私が混乱していたので、説明がよく分からなくなったかもしれませんけども、修正したものは今、実は合っていると思うので、いいでしょうか。じゃあ、よかったらなんか反応してもらえませんか。ジェスチャーで、いいですか。なんか、この場にいる人の数に比べてジェスチャーの数が少ないんで、ちょっとやっぱ不安はあるんですけど、いいですか？はい、じゃあ、進みますね。だからこれでその、なんか都合の良い、その、インタープリター作れないってことがわかるわけですね。で、こんな感じでですね、今この、停止性関数を計算できないっていう、定理をですね、初めに紹介したんですけども、その定理を使って、この今、ユニムプライムが計算できないってことの証明を、停止性関数が作れてしまうから、停止性関数を作るプログラムが作れてしまうから、矛盾を導けるという、まあ、こういうふうに、証明したわけです。停止性関数が計算できないってことを証明するときには、対角線論法のような考え方を使ったんですけども、まあ、対角線論法を使うっていう、まあ、あるいはその発想を使うっていうのが難しいなっていうふうに思うときには、こういうふうにですね、それが計算できると仮定したときに、それを計算できてしまうと、定数性関数が計算できてしまうから矛盾が得られるっていうような論法も使えるということになります。で、こういう論法のことを、手法のこと、証明手法のことを、帰却とか還元と言ったりします。これですね。ユニブプライムの計算不可能性の証明では次の手法を使っている。何かというと、ユニブプライムの計算をすることで、イズホールディングの計算を知ると。で、イズホールディングは本来計算できないはずだから、という矛盾が導かれるんですね。で、まあ、これ同じことを別の言い方すると、イズホールディングの計算をするためにユニブプライムの計算を使う。今、この全体というこの P というプログラムは、イズホールディングを計算するプログラムとして設計されているんですけども、その中でユニブプライムを計算するという、まあ、サブルーチンを使っているというふうに思ってもいいわけです。で、このようなことですね。これを、イズホールディングをユニブプライムに帰着するとか還元するっていうふうに言ってます。イズホールディングという計算をしようと思ったときに、その中でユニブプライムを使うことをユニブプライムに帰着するというふうに言ってします。あるいは還元すると言ってします。帰着するとか還元するっていう、日本語は、もともと英語ではリデュースです。リデュースですね。ですね、皆さん、まあ、還元っていうのはどういう用語なのかっていうふうなことは、ちょっと思うところあるかもしれませんけど、皆さん、化学ですね。化学とか、あるいは理科とかですね。勉強すると、酸化還元反応とかっていう、
言葉を聞いたことが。あるかもしれませんけども、その還元っていうのも、英語ではリダクションです。だから、ま、この還元と同じ還元です。この還元は。この還元は、同じ還元っていうのは、もともとの英語も同じですっていうことですね。はい。で、意味としては、この計算理論で使う意味としては、まあ、サブルーチンとして使うとか、そういうような、サブルーチンとして使うことで、計算を行うとかっていうときに、この希釈とか還元っていう言い方をすることがあります。これは一般的に使われている用語です。ので、まあ、今後も出てくると思います。はい。いいでしょうか。それでですね、酸化還元反応がどうでもいいからお聞きしましょうかね。どうでもよくないんですけども、しますね。それで、今からですね、やるのは何かっていうと、もっといろんなこの関数とかいろんな計算がですね、できないんだってことを証明していきたいんですけども、そのためにですね、ちょっと別の一つ定理を紹介しておかないと、ちょっとうまく説明できなそうなので、それを紹介します。で、それが SMN 定理と言われている定理、あるいはパラメータ定理と呼ばれている定理です。で、どういうふうに、これを説明しようかって、これ非常に迷ったんですよね。なんでかっていうと、もう、多分通じないんですよ。通じないっていうのは私の説明が下手なんですけども、おそらく。ですね、通じないと思って。で通じないときにはどうするかというと、もうとりあえず書いちゃったっていうのが、ここに書かれていることです。で、まず目標を言いますね。目標は、いろんな部分関数がホワイル計算不可能であると証明する図っていうのが、今日のこの後半の目標なんですけども、そのためにこの SMN 定理を使いまして、それが今ここに書かれている7行です。で、これをまず理解したい。で、じゃあ、順番をですね、すっ飛ばして、今からやることを言いますけども、この SMN 定理、これはですね、証明しません。この証明をですね、うまく伝える技量が私にはないので、証明しません。で、証明はしないんだけども、証明の気分だけをお伝えします。気分だけをお伝えするということになります。で、その前に、やっぱり重要なのは、この定理が何を言ってるのかってことを理解するということです。で、それは、ちゃんとやりたい。ですね。だから証明はしませんけども、この定理が何を言ってるのかってことは理解したい。で、その前に、じゃあまず読みますね。これですね。任意の自然数、MN を考えます。M と M は自然数で、どんな自然数でもいいです。で、その時に、その、どんな自然数、MN に対しても、次の性質を持つような、ホワイル計算可能関数 SNM というのが存在するということが言えます。この SNM っていうのは、これは関数ですね。で、M プラス1変数関数です。だから M プラス1個の自然数をもら入力としてもらって、1個自然数を返すっていう、そういう関数です。で、この関数だから、N と M だけで決まります。M と N だけで決まります。はい。で、その1個のその関数ですね。M と M を決めたときに決まるその1個の関数 SNM っていうのが、SMN の方がいいかな。SMN がどういう性質を持っているのかっていうと、それが下の2つに書いてあります。で、まず読みますね。この SMN は M プラス1個の変数を取る関数なんですけども、それは、例えば、その M プラス1個の変数が E と Y1 から YM。っていう M たす1個の変数だとしましょう。で、それを取って、その SMN という関数に入れたら、1個自然数が返ってくるんですけども、返ってくるんですけど、それは、ある N 入力 GoTo プログラムのコードになります。コードになります。だから、この M プラス1個の自然数を入れると、何か GoTo プログラムが返ってくる。で、その GoTo プログラムは N 入力 GoTo プログラムになります。っていうのがまず1個目です。で、2個目の条件は何かというと、その N 入力 GoTo プログラムがどういう性質を持っているのかってことを表しています。で、それを見るためにどう見るかというと、まあ、とりあえず読みますね。任意の自然数、ここに書かれているのは M プラス N プラス1個の自然数です。で、それは、E という1個の自然数と、X1 から XN っていう自然数と、Y1 から YM っていう M 個の自然数に分かれていると思ってください。なんか1個
1個プラス、N 個プラス、M 個っていうのはこんな感じになってると思ってください。で、その自然数に対して何が行われるかっていうと、まずこれ上の、これは何かと何かが等しいと書かれている式です。この最後の2行ですね。で、何と何が等しいのかって言ってるかっていうと、まずじゃあ左側見ましょう。これ見ますね。で、これ何かというと、これはユニーブって先ほどとか前回最後にやった万能関数に対して2つの引数を持ってきてるわけです。で、一つ目は何かっていうと、これは1の部分に書いてある、この smneyn.ym とそっくりそのまま同じです。この部分ですね。ちょっとこれじゃ書いてみましょうかね。これは smneyn.ym、これ同じです。ですか？同じです。同じだってことは何かっていうと、このユニブのこの初めに書かれているものは、これは n 入力 go to プログラムのこれコードです。ですか？いいですか？ってことは、ユニブの初めの引数が、まあ、コードになってます。プログラムの。ってことは何を言ってるかっていうと、このプログラムに後ろに書かれているリストを入力するわけですね。で、その結果がこのユニブになるわけです。この左辺全体ですね。左辺全体は、この smneyn.ym というコードが表すプログラムに、x1 から xn っていう n 個の入力を入れた時の結果です。それが左側です。左辺です。これですね。ですか？で、それが右辺と等しい。で、右辺もユニブなんとかって書いてあるんで、これも、なんかプログラムを実行した結果になるわけです。で、そのプログラムは何だっていうと、ちょっと色変えましょうかね。そのプログラムは何なのかっていうと、それは、これ E です。E っていうのも、これ実はこれプログラムのコードなわけです。何か。で、E というプログラム、E というコードが表すプログラムに何か入力入れるんですけども、その入力っていうのが、普通に書いてあって、これが、x1.xny1.ym なんです。つまり E というのはプログラムなんだけども、それは入力変数の数が N プラス M になっている。そういうプログラムなわけです。いいですか？で、E に x1xny1ym っていうのを入力した結果がこの右辺です。いいですか？だから E にこの n プラス m 個の入力を入れて計算した結果というのが、この smneyy.ym というプログラムに、というコードが表すプログラムに x1 から xn を入れた時の計算結果と等しいですと言っているのが2番目です。で、これでわかんないですよね。わかんないことを前提としてこれで分かってもらったらまず嬉しいんですけども、これでわかりましたか？どうでしょう？じゃあ反応をくださいって言いましょうか。反応をください。わかんないですよね。だからそうですね。そうか。私がわかんないとちゃんと言っとくと皆さんわかんないって言ってくれるんですね。じゃあ私がなんか、わかんないか押しない方がいいですね。で、わかんないので、ちょっとイメージ図を次にお見せします。で、イメージ図を見てもわかんない、わかるかわかんないかってことをまず考えましょう。何が嬉しいのかわかんないですよね。それを今から言いますね。はい。こういうイメージを持ってください。先ほど最後の2番目の条件のところで見たように E っていうのはあるプログラムのコードであるということを今想定しているわけです。で、それを今ここで、じゃあその P というプログラムのコードであるとしましょうとします。で、そうすると、今このプログラム P には、N たす M 個ですね。N たす M 個のこの入力を入れると、まあこれは停止する場合、計算が停止する場合にはある値 Z っていうのを返すとしましょう。で、まあ、こういう、まあ、そのプログラムの P っていうのがあって、そのプログラムのコードが E であるとしましょう。で、この SMN 定理っていうのは何をしてくれるのかというと、この SMN っていう関数が1個あるんですけども、もうすでに1個あるんですけども、これに P のコード、つまり E ですね。E と、Y1 から YM を入れると、別のプログラムのコードを返してくれるわけです。これさっきの書き方だと、これが smn
y1.ym だったわけです。ちょっと戻っていいですか？見とりますね。これが一番目のところ。これですね。snme.y1.ym。で、これは n 入力 go to プログラムコードなんですね。だから、そのプログラムのことを q と書きましょう。というふうに書いてます。ですか？そうすると、だから今、ここの左下に書いてあるのは、この一番目の条件をそのまま順にしたと思ってください。この部分は、なんか太いのは、あ、そうか、これは違うところを色変えてしまったので、これじゃなくて、今、ペンの色変えたかったんですけども、ペンの色を変えて、すいません、ね。ここですね、ここの、初めの部分、これは、この1という条件を書いたと思ってください。で、2番目の条件を書いているのが、その他の部分で、この部分で。で、何かというと、今ですね、この Q という、まあ、プログラムのコードを、この SMN という関数は出力したんですけども、関数が出力したというか、プログラムが出力したんですけども、SMN という関数を計算するプログラムが出力したんですけども、これは今、N 入力、Q はですね、Q は N 入力プログラムでした。踊りますね。これですね、N 入力プログラムです。だから Q に N 個の入力入れられます。で、それを入れると何が起こるかというと Z が返ってきます。で、この Z が同じだということが重要です。ですか？何かっていうと、もともと P っていうプログラムがあって、P に X1 から XN、Y1 から YM っていうのを一気に入力すると Z が得られるんだけど、それをこの SNM っていう関数は、まあ、2段階に分けてくれるわけです。はじめに Y1 から YM だけを入力すると、Q というプログラムを作ってくれます。で、Q っていうプログラムを作ってくれると、その Q っていうプログラムに、その残りの X1 から XM を入れると、もともと出力すべきだった Z を同じものを出力してくれるという形になります。いいですかね。例えば、今これ Q っていうプログラムがあるんですけども、Q っていうプログラムにこの X1 から XN じゃなくて、例えばこの別のなんか値ですね、X1 プライム、X2 プライム、点点点、XN プライムっていうのを入れると、別の値 Z プライムというのが出てくる可能性あるわけですね。で、それと同じことを元のところでもできて、それは何かっていうと、入力として X1 プライム、X2 プライム、点点点、XN プライムで、後ろの Y1 から Y が同じとしましょうと。そうすると得られる値は Z プライムになります。で、この2つが Z プライムが一致するというのは重要です。本来はこの N プラス M 個の入力を一気に入れて P というのを計算してたんだけども、そうじゃなくって、その途中まで計算をした結果というのを、この Q というプログラムに、保存してくれるというか、入れてくれるわけですね。で、残りの部分を後で入れて、結果を出してくれるということが、この SMN 定理を使うとできるようになります。これでどうですか？なんか分かった気になりますか？それともあんまり分かんないですか？この次にちょっと例があるんですけども、例を見た方がいいか、ここでもう少し理解しようとするか、どちらがいいですか？あんましわかんない。やっぱり、もう少し。N プラス M 入力変数に対する制約があるかと言われるところはないです。何でも、自然数なら何でもいいです。はい。ちょっと次のページに例があるので、例を見てみますね。例えば、プログラム P っていうのが、add、その普通の足し算を計算する。関数だとしますね。だからその add っていうのは x1、y1 っていう2つ引数を取って、それが x1 プラス y1 っていう形になるとします。今これからですね。で、例えば何かその都合があって、3足すっていう、プログラムを作りたいとしますね。で、それはこの add っていうその関数を計算するプログラム p があれば、1入力関数で必ずその入力変数に3を足すっていうプログラム。例えばその x、この今 add3 って書いてますけども、それをこの snm 定理を
SMN 定理を使うと作れるようになります。で、なんでかっていうと、今この P というプログラムのコードと、この Y1 の部分を今こう3だと思ってこう3を入力します。S11 に。だから今この、M が1、M が1だと思ってるんですけども、で、そうすると、1入力関数のコードができるわけです。で、そのコードっていうのは、この Y の、Y1 の部分を必ず今3としたものになるわけです。だから、この今作ったこの Q というプログラムは、ここに書いてあるこの X1 プラス3っていうのを計算するプログラムのコードになります。ので、Q というプログラムに X1 を入力すると必ず X1 プラス3が出てきます。っていう仕組みになります。どうでしょう。まあ、こういうふうにして SMN 定理使うんですけども。だから、ま、この二変数関数、例えば、この二変数関数があったときに、その一つの変数を固定するわけです。で、固定すると、もう一つの変数、変数のままなので、それをその変数のままにした関数とかプログラムを作りたいと思ったら、この、先に、ちょっと今読めなかったので、もう一度読もうとすると、先に入力 Y を入れておいた関数を作るイメージで、そうですね。で、今最後に、コメントがあった、仮理解みたいなやつですかという、コメントがあったんですけども、プログラミング言語のことをよくご存知な方に対しては、これは仮理解そのものです。みたいなというか仮理解そのものになります。仮理解っていうのは多分関数型プログラミングとか知らないとわかんないかもしれませんけども、これは仮理解そのものです。で、だからこの仮理解というのが今そのホワイルプログラムでできますってことをこの SMN 定理では保証してますし、実はどんな万能な計算モデルにおいてもこの仮理解のようなことができるってことが SMN 定理から言えるということになります。イメージは湧きますか？よろしいでしょうか？で、こういうことできますよってことは、つまり、この今、ここの下の例でいう、この例でいうと、この S11 とかですね、この前のページの、いけるかで言うと、この SMN っていう、この関数が、まあ、実際にこれ作れるわけです。で、まあ、これ作りましょうって話をすると、それをやらなくちゃいけないんですけども、これ割とその先、前々回のですね、前回のこのユニブ、万能関数の計算の時の話のように、そのプログラムのコードをいじって、プログラムのコードを出力するってことをやるので、なかなかこれ大変なんですよね。ちゃんとやろうとすると。大変なんで、これちゃんと証明はしようとせずに、今この例でやった、例えばこの add ですね、この x1 プラス y1 っていう、計算をする関数から、この x1 プラス3っていう計算を行う関数をどのように作るのかってことの例をちょっと気分だけやります。っていうのが次のページです。それこれですね。今ですね、この左側に、この add を計算するプログラムっていうのが今書かれています。add を計算する。で、ここの場合の add っていうのは、x1、x2 を入れて、まあ、それに対して x1 プラス x2 っていうのを、これを x0 として返すという、まあ、そういう、プログラムだと思ってください。だから、このプログラムの中では、x1 と x2 っていうのが入力変数であると思ってください。はい。ですね。で、この GoTo プログラムは、前の方で出てきた、この足し算をするプログラムそのものをそのまま書いてます。で、それに対して、今この右側では、この add に対して、その、2番目の引数 x2 を y1 に固定するような関数を作るとどうなるかってことを書いてて、だからここではその x、だから、ここで計算したいのは、このプログラムですね。プログラムは何するかっていうと、これは、なんだろうな。x1 を入力として、x1 プラス y1 を返すっていう、こういうプログラムになります。だからこれ1変数関数です。
1変数関数になってて、で、どうするかっていうと、結局この左側の add っていう関数の x2 をもう y1 に固定したいわけです。y1 を先に入力しちゃう x2 に。もうすいません。x2 に y1 をあらかじめ入力してしまうってことができれば OK なわけです。で、それをしているのが、この初めの4行です。で、何するかっていうと、基本的には、x2 に、そうか、何を言いたいかっていうと、この初めの4行は何をするのかっていうと、結局これは、何でしょうね。等位構文格、ポック格と x2 に y1 を代入してます。それを行っているのは初めの4行です。で、それを行って、あと、その下の部分っていうのは実は元々の add の関数と変わんないです。変わんないんですけども、ちょっと注意しなくちゃいけないのは、このラベルがずれてますから、ラベルのずれは全部歓迎してます。ですか。もともと左のプログラムでは L5 だったところが、その4行分 L9 ですね。に変わってたり、ここも L1 に戻るっていうところが L5 に戻るとか、こう変わってますね。L9 に戻るっていうところが L13 とか、こういうふうに変わってます。ですか。で、それ以外全部同じです。この、ちょっと色変えようかな。どの色がいいのかがちょっとよくわかんないんですけども、オレンジっぽくしよう。この、元々の、こうですね。この下は、この、ほぼ同じものが書かれている。ほぼ同じっていうのは、その、ラベルのズレだけを、反映したように書かれています。ですか。で、上の部分には、その固定した変数のところに代入するってことを、付け加えていると思ってください。で、本来は、この SMN という関数が、プログラムのコードを受け取って、プログラムのコードを返すので、実際その、プログラムの中では、この、ここに書かれているようなプログラムを、この文字列を扱うわけじゃなくて、このプログラムのコードを扱うわけです。だからそのコードっていうのは、自然数のリストだったわけですけども、その自然数のリストを見ながら別の自然数のリストを作るってことをやるっていうのが SMN 関数を計算するプログラムが行うことです。で、それはまあリストを順番に見ていって、リストのところなんか付け加えるとか、リストの一部を書き換えるとかってことをやればできるので、実際はそれがホワイル計算可能であるってことがわかるという形になります。という形で、実際この SMN という関数が計算できるということが分かると。それはその M と N にしか依存しない。その M と N が決まると、この初めに何行を付け加えるのかということが決まりまして、その何行を付け加えるのかということが決まると、このラベルをどんだけずらせばいいかということが決まるか。ですね。だから M と N だけに依存して、この書き換え方の規則は決まるということになって、実際 SMN という関数が計算できるということが分かります。というイメージです。このイメージはよろしいでしょうか。ここは証明じゃないので、完璧に理解する必要はなくって、まあ、このイメージが伝わればいいなと思ってるんですけども、よろしいでしょうか。よろしければ、これで、2回目の休憩にして、じゃまた2分と言いまして、じゃその後、この SMN 定理を使って、別の、関数が計算不可能だったってことの証明を行っていこうと思います。じゃあ2分休憩します。
はい。それでは休憩終わりにします。今最後に、コメントいただいたんですけども、SMN 定理は変数リストから代入プログラムを生成できるということ以上のことを言っているのでしょうか。言っていないと思ってもらっても構わないです。はい。だからそういうことですとですね。はい。ただ、この定理からいろんなことができるので、今からやっていくこととか、あるいは次回もこの SMN 定理を使って、ちょっとしたことをやっていくんですけども、そうですね。ちょっと言い方は難しいんですけども、このホワイルプログラムとか Go to プログラムに関しては、今質問があった通りで変数リストから代入プログラムを生成できる。ということ以上のことは言ってないと思ってもらっていいんですけども、他の計算モデルとかのことを考えると、それ以上のことを言っている場合があるかもしれないです。はい。で、それはちょっと他の計算モデルをこの授業ではやってないので、あんまりそういうところに深入りできませんし、そういうことをしようというつもりもないんですけども、この SMN 定理と同じ形の定理が他の計算モデルでも使えるんだってことは、重要なポイントになります。はい。から、もう一度言うと、この Go to プログラムとかホワイルプログラムだけは使っているという意味では、変数リストから代入プログラムを生成できるという形のことだけを言っていると思ってください。はい。プログラムのコードを作れるとですね。はい。ってことになります。他に質問なんかありますか？いいですか？今の回答で答えになっているのか、ちょっと今不安になったんですけども、よろしいでしょうか？変なこと言ってからいけないですね。もう一度言うと、ホワイルプログラムとか、ゴッドプログラムに対しては、その変数のリストの一部を、値を固定して、その固定したプログラムを生成できるということが SMT の言っていることで、それ以上じゃないということになります。はい。ではですね、SMN 定理を使って、この計算可能性を証明するっていうことをちょっとやっていきたいんですけども、2つ例があって、1つはこのトータル関数、あ、これ1トータルになってますね。何かっていうと、これ1変数部分関数といっても、これ1か0を必ず返すので、これは順位関数になってます。で、1つの変数を取るんですけども、これが順位関数を計算する Go to プログラムのコードである。つまり、これが必ず停止するプログラムのコードである。だからこれ言い方変えると、必ず停止するプログラムのコードであるときには、1を返して、そうでなかったら0を返すという、そういう関数だと思ってください。で、これが計算可能ではないということを言います。皆さんプログラムを作って、それがちゃんとその必ず停止するのかなってことを調べたいと思うとは思うんですけども、これはその先ほどの、is halting と似てるんですけども、これちょっと違っていて、is halting は2つ変数を取ったわけです。2つ変数を取って、プログラムにある特定の入力をしたときに停止しますかってことを聞いてるわけですね。そうじゃなくて、これはそのプログラムだけを入力して、プログラムにどんな入力を入れても停止しますかってことを聞いてます。いいですか？その点が違うというのは、注意してください。いいですか？で、そのような関数も計算可能ではないということになります。で、これも、その先ほどのその、都合の良いインタープリターのときと同じように、この isTotal が、ちょっと高いですね。書いておこうか。isTotal が、ホワイル計算可能であると仮定して矛盾を導くという形になります。で、このホワイル、isTotal が計算可能であるということを、仮定するので、この isTotal っていうのを計算するプログラムがあるわけです。で、そこから別のプログラムを作るってことを今からやります。で、これは先ほどの都合のいいインタープリターの時の話と同じだけども、そのプログラムを作るときに SMN 定理を言えないですね。SMN 定理を使います。はい、そういう流れになります。で、それがこれですね。2つプログラムを考えて、1つは、まず入力プログラム P ですね。これ、ユニブだけ。で、こういうプログラムです。だから P っていうのは、P ってあるんですけど、これは2変、X1X に取るんだけども、これはそのユニブだけですね。あ、ちょっとこれは、ちょっと書き方が悪かったので、ユニブだけを中に持つ。だから、この P って作る意味あんまなかったかもしれませんけども、一応作りました。こういうプログラムです。P 考えます。で、
何をするかというと、この P に対して、その先ほどの、SMN 定理を使って何かするんですけども、その何かして作ったプログラムがこの下の Q です。で、Q の中の初めのところで、いきなりその SMN 定理の、この S02、S20 ですね。S20 を作ってます。つまりこれ、M が2で、M が0ですね。だから何かっていうと、この、X1、X2 っていう入力を固定して、入力のない、ゼロ入力関数をここで作ってます。ですか。だから今、この、S0 にエンクピー、X1、X2、困ったな。どうすればいいかな。ちょっと書き方が難しいんですけど、ちょっと右上に書くと、S0 にエンクピー、X1、X2 が、をコードとする。プログラム。っていうのはどういうプログラムかっていうと、これは引数を取らずに、この中に、このプログラムの中にもう、なんか X1 と X2 が埋め込まれていて、で、ここにユニブがあって、ちょっと確認するユニブがあって、そのユニブの出力をそのまま出力すると。こういうプログラムになっています。これを考えます。で、それを作っているのが、この、初めの部分ですね。で、この出力を X3 とします。いいですか？で、4番目のところは、その X3 という、出力が X3 じゃない、すいません。出力が X3 じゃなくて、このコードを X3 とします。すいません。間違えたな。危ない。ですね、このコードを X3 とします。ですね。このプログラムのコードを X3 とします。すいません。コードを返すんだから、コードを X3 とします。で、その次の行では、これですね。X3 に、を、is total に入れます。今、この作った、このプログラムのコードを is total に入れてるんで、このプログラムが、必ず停止しますかってことを聞きます。で、その答えは0か1なんだけども、それが X4 になります。で、それが0だったら、停止しない場合があるって言ったら、X0 を0とします。でそうじゃなかったら X01 として全体のこのプログラム Q は実行されるということになります。ここまでいいですか？この Q というプログラムは何をやっていればいいですか？でそうすると、この2行目で X3 このプログラムのコードを入れて、このプログラムが必ず停止しますか停止しませんかっていうことを聞いてるんだけども、これは入力がないので、結局、この univ.x1x2 っていう、この中の実行が停止するかどうかってことを聞いてるだけなんですよ。結局、それは停止性問題を解いてることと同じになるんですね。なぜかっていうことの、細かいことがここに、下に書いてあります。で、それをまず見ていきます。Q の出力が1であるということを仮定しましょう。そうすると、これですね、x0 が1ってここが出てくるわけです。そうすると、これは、X4 が0じゃなかったときに対応しますから、X4 は何だったかというと、isTotal の、出力なので、isTotalX3 が実際0じゃなくて1だったということになります。ですね、つまり、これは、X3 が表すプログラムが必ず停止するということを表すわけです。で、X3 は何だったかというと、これですね。その S20ENCPX1X2、これですね。それをコードとするプログラムは全域関数を計算するってことが、この isTotalX3 が1であるっていうことからわかるわけです。これ全部両向きの矢印でできてます。いいですか？ここまでいいですか？で、さっき言った通り、この X20ENCPX1X2 と言ってるのは、この右上に書いてますけども、これは中で univ.x1x2 に計算してるだけなんですよ。だから、この三つ目のところの条件が成り立つってことは、と、univ.x1x2 の計算が停止するってことは同じなわけです。同じなわけです。で、これが停止するっていうのは、つまり、その isHolding とか univ の、
定義にあった条件欲しっていうのがあったんですけども、条件欲しっていうのが成り立つことと同じなわけですね。ってことと、まあ、これ同じなわけです。同じなわけです。で、そうすると、イズホールディングは、値何だったかっていう条件、欲しが成り立つときには、これは0でした。すいません。また、イズホールディングの定義がちょっと混乱するので、これ0でしたね。ゼロになるってことは同値です。ってことで何かというと、Q の出力が何であるかってことが分かると、is holding の値が何であるかってことが分かるので、Q が is holding を計算するってことの言い方はちょっとこの値が間違ってるから、言い方がちょっといけないんですけども、まあ、Q の出力を見れば、is holding の出力も分かるということになって、結局その is holding が、holding が計算できることになるので、矛盾するということになります。よろしいでしょうか。これ証明おしまいです。いいですか？で、ちょっとややこしいのは、この is total に x3 入れていて、で、結局、その最後にやってるのは、この univ(x1)x の計算が定数かどうかってことを聞いてることになるんだけども、それだったら、もうこの is total にそもそも、この univ っていう関数の、コードを入れてしまえばいいんじゃないかって思うんだけども、それだとダメなんですよ。is total inc univ ってやってしまえばいいのかなって気もするんだけど、これではダメなんですね。なんでかっていうと、この is total inc univ で実行されるのは、univ という関数に何を入れても停止しますかってことを聞くっていうことなんですよ。で、実際、univ にはある入力をすると停止しないこと分かってますから、この is total inc univ っていう、プログラム実行するとこれ必ず0が返ってきます。ってことが分かります。ので、それではダメなんですよ。だからわざわざ、その x1、x2 っていうのを固定した、なんかそのプログラムっていうのを作って、SMN 定理で作って、それをわざわざ入力しているという形になっているっていうのが、ちょっと手間なのですね。でもそれをやんないと、うまく、この証明は、うまくいかないです。ので、それ注意してください。それ、まあ、細かい点なんですけども、それはちょっとした、テクニックなので、それを今、SMN 定理を使ってやるということをやりました。こんなことを言うと、余計こんがらがるかもしれませんけども、まあ、今正しいことを言ったので、このまま進みますね。はい。で、もう一個例をやります。まあ、これ簡単な関数なんですけども、このダブルっていう関数を作ります。これは、入力した、自然数を2倍するっていう関数だと思ってください。まあ、この関数、これすごく簡単な関数ですね。で、考えたいのはその下です。is double っていう関数で、何かっていうと、この x1 はまたプログラムのコードだと思ってほしいんですけども、その x1 が w を計算するプログラムのコードだったら1、そうじゃなかったら0と返す。だからその今、ダブルっていう関数があるんですけども、この関数を計算するプログラムっていうのは無数にあるわけです。無数にあるわけです。で、実際にその一つプログラムを持ってきたら、そのプログラムは本当にこの w 計算しますか？じゃあ、例えばその、なんか W を計算するっていう仕様を満たすプログラムを作りたいとします。で、じゃあ、なんかアウトソーシングして誰かに作ってもらいました。で、それ納品されました。その W を計算するプログラム納品されました。で、その時に、じゃあ自分の手元で本当にこのプログラムが W を計算するんだろうかってことを検証したい。という時には、この isW っていう関数を計算するプログラムを作りたいわけですね。自分の手元で。いいですか。で、残念ながら、それはできませんと言ってるのが下です。isW はフォワイル計算可能ではないということです。こんな簡単なことも計算できません。もう一回言うと、その、誰かから預かったプログラムがあって、そのプログラムが入力した自然数の2倍を計算しますかってことを判定したい。できません。できません。そんなプログラム存在しない。これはですね、皆さん、情報領域演習第1とか第2とか第3とかっていう、演習
やったと思いますけども、まあ、情報領域演習第一の問題とか、チェックアウトが私が作ったんだと思うんですけども、ああいうのは、ここに書いてあるようなことはしないわけです。その、プログラムを受け取って、そのプログラムが、その仕様を満たしてますかとかっていうことは検証しないわけです。そのことできないからです。できないからです。計算不可能だからです。だからそうじゃなくて、ただ単にいくつかの例に対して正しい例を、正しい答えを出しているかどうかってことだけを検証しています。なんでかっていうと、その皆さんが作ったプログラムが、この定められた仕様を満たすかどうかってことを検証することができないからです。計算不可能じゃないから。っていうすごく深い理由はあるわけです。計算理論的には。もちろんですね、皆さんが使っているコンピューターのそのメモリとかですね、その使っているビット幅とかっていうのは有限だから、その有限なものを全部確かめるってことはできるんだけども、あとそれによって検証するってことはできるんだけども、それは時間がかかりすぎます。だから時間がかかりすぎますし、そうじゃなくてもうまい方法っていうのはないってことが、まあ、計算理論的にもわかるということになっています。今の無駄話で、で、それを、まあ、今から証明するっていうのは、先ほどと同じように SMN 定理を使うとできます。っていうのを実際にやってみます。はい。で、この場合はですね、こういうような、プログラムを考えます。これ先ほどと似てて、何が似てるかっていうと、はじめにこの、万能関数を計算します。X1、X2 に。で、それが終わったら、W を計算して返すってことをします。これが P です。P っていうのは、X1、X2、またちょっと先に書くと意味が書けない。X1、X2、X3 を入力するんだけども、これは変なプログラムで、どういうプログラムかっていうと、まず、このユニブがあって、ユニブに X1、X2 を入れます。で、これの計算が終わったら、この計算結果は何も使わずに、ただ X3 に W を通して出力させます。で、これが P です。これが P です。で、この P から、また、この SMN 定理を使ってプログラムを作ります。で、どういうプログラムかっていうと、やっぱり X2 の中にもう入れちゃったようなプログラムを作ります。どういう感じかっていうと、気分は、ここからどういうプログラムを作るかっていうと、X1、X2 は中に入れちゃって、ユニブは計算します。ユニブ計算して、その計算した結果を使わずに入力した X3 を W 通して出力するっていう、こういうプログラムを作るわけです。先ほどのそのトータル関数の場合には、この W の部分がなかっただけなんですね。で、ここではこれを、この例ではこの W を通してますと。そこだけ違います。はい。で、これは X3 っていうこの1変数関数なんですね。X3 を取って、X0 を返すという関数になっています。で、この関数が、その2倍する関数ですかってことを聞きます。で、その答えによって条件分岐をして答えを返すってことをするってことになります。そうこれ気分としてはどうなってるかっていうと、このユニブが、の計算が止まれば、この X3 という入力値を2倍して、なんか出力するってことになるので、ユニブの計算が止まるときには、この関数は、その W を計算する関数になります。でそうじゃなければそうじゃないってことになります。ですから、つまり、この作った関数が2倍、を計算する関数であるってことと、このユニブの計算が停止するってことが同値になります。それはここに書いてあります。ちょっと今時間がないので詳しくやらないんですけども、イメージはいいですか？このユニブの計算が止まらないと、この X0 を出力されないわけです。だからユニブの計算が終われば、X3 が無事2倍にされて出力されるんだけども、そうじゃなくてユニブが停止しなかったら、この計算も停止せずに、2倍の値が出力されないということになります。つまり、この、作った関数が2倍を計算する関数であることと、この中のユニブの計算が停止することが必要十分同値になって、つまりそれによって、停止性問題が解けるということになる。まあ、ここもゼロなんですけども。という形で、まあ、先ほどと同じような形で矛盾が導かれるということになります。ちょっと細かいところは、ここら辺、また見ておいてほしいんですけども、そういう形で矛盾が導かれるということになります。よろしいでしょうか？
ちょっと最後、駆け足になってしまっていけなかったんですけども、いいですか。そうすると、今これ 2倍を今考えてたんですけども、この関数も何でもいいことなんですね。1足すとか、3引くとか、46倍するとか、47乗するとか、どんな関数でも、これ、この証明うまくいきます。ので、そういう関数を計算しますよという性質を、判定することはできないってことが、計算不可能であるってことが、同じような証明でわかりますっていうのが演習問題1個ありますので、ぜひ試してみてください。はい。じゃあですね、今日のまとめですけども、計算不可能な関数というのはたくさんあるよと、特にその、自分で作ってみたいなと思えるような関数も実は計算不可能なんだってことがよくわかるって話があって、そこで SMN 定理を使うっていうことも最後にしました。で、次回は内容としては最終回なんですけども、再帰定理って話をします。で、もう一個重要な、投票をしたくちゃいけなかったんだけど、投票どっか行ってしまったな。投票、あ、しまった。投票したかったのに、投票が消えてしまったかもしれない。あれ?投票ないな。あ、投票ないや。しまった。投票作ったのに、投票が消えてしまった。あ、じゃあ投票消えてしまって時間がないのでしませんけども、次回は一応、この再帰定理っていうのをやるんですけども、次回の次回がまとめになっているんですね。で、まとめのと、時間に何をするのかっていうことは、ちょっとまだ決めてないので、もしリクエストがあったら、今から書いてもらう、コメントのところで、ぜひ、意見を言ってください。そうすると、それに合わせて、準備できる可能性がありますので、よろしくお願いします。